&チーム学園2学期日本テレビ系1月20日放送回で B、ファースト&チーム、L.E.セラフィムが一堂に会するシーンがオンエアされた。昨年行われたライブイベント、Beat AX の公開収録で、お互いのグループに対する印象を語っているという内容だ。&チームとの仲を問われた B、ファーストタは、&チームと仲がいいというそんなレベルじゃない。1学期とかそんなレベルじゃないと番組名にかけて回答。&チームからは、どんなレベルショーと和やかなツッコミが入っていた。この2組は、DUNK、ダンスユニバースネバーキルドの番組、イベントなどでたびたび共演をしており、お互いの公式 TikTok にも多々ダンスコラボ動画がアップされている。1月13日には、DUNK、公式 YouTube チャンネルにて、DUNK、ショーケースイン京セラドーム大阪でパフォーマンスした両グループコラボの、ブームブームバックの映像も公開され話題となった。パフォーマンスはもちろん、トークの相性もバッチリな B、ファーストと&チーム。彼らの息が合う理由を改めて考えてみたい。まず何と言っても、オーディションを経て結成されたグループという共通点があることは欠かせないだろう。B、ファーストは、スカイハイが主催したオーディション番組、ザ・ファースト・フールー日本テレビ系の出身。&チームはオーディション番組、アイランド・アベマ・エムネット・ジャパンと、&オーディション・ザ・ハウリング・フールー日本テレビ系を経たメンバーで構成されている。スキルを磨くことに邁進し、仲間と切磋琢磨した結果デビューをつかみ取っているという境遇だからこそ、通ずる部分もあるはずだ。地図と波長が合う部分も多いのだろう。さらに、世界での活躍を目指しているという共通点もある。高い目標を掲げているからこそパフォーマンスにストイックで、お互いをリスペクトし合っている印象だ。例えば、彼らが初対面を果たした、&チーム学園ナンバー7でのこと。B、ファーストは、&チームのパフォーマンスを真剣に見ていた。リョキは一人一人から何かを学び取ろうとするかのような表情をしていたり、ソタはパッションを残しつつ揃えに走ってる。それが完成させられていてレベルが高い。部員のところや移動のところなど個性が出せるところでしっかりグルーブ、スキルが見える瞬間があるので、パフォーマンスとしてもパフォーマーとしても一人一人が輝いていたと自分なりに&チームのパフォーマンスの魅力を解釈していたり。一方の&チームも DUNK、ダンスユニバースネバーキルド、第1章ナンバー2で行った B、ファーストへの質問では、回答を真剣な表情で聞いていた。視座が高い2組だからこそパフォーマンス力も磨かれ、お互いへのリスペクトにつながっているのだろう。また、B、ファーストローと&チーエミマが昔からの知り合いだったり、メンバーの年齢が近いことも相性の良さにつながっていそうだ。まだ関係値が浅いであろう時期、先輩グループとなる B、ファーストが&チームの緊張を解いていた印象で、レオは面倒見の良さを発揮してトークでフォローしたり、リョキが場を盛り上げたり。&チームで言えば、K は思わずいじりたくなる後輩力を見せているシーンも珍しくない。こうして共通点を持っているからこそ相性の良さにつながっており、共演やコラボが実現してきた B、ファーストと&チーム。交流が増えることで、お互いさらに磨き上げられるものがあるはずだ。さらに交流が増えていくこと、そして2組とも世界に名を轟かせる日が来ることを楽しみに待ちたい。